ブリストルヒルは一ホール一ホールこれ名前がついてるんですよね、ホール名が、はいはい、そうパー5ドラゴン、何がドラゴンなのかはちょっと分かんないですけど全体のシルエットがドラゴンっぽいってことなんですかね。うん、なのかな。セカンドをもうめっちゃこっちに打たないと、ここが結構ここ狭そう、ここがすごい浅いんですよ、はいはい、右に傾斜してる、そう、しかもこっちもダメなんですもんね、こっちはダメだから、ここぐらいにドカンって打つ気持ちでセカンド打たないといけないです、うん、こんな難しいコースを今日はレギュラーティーで2人回ってます。528ヤード、普通に長いですけどね。いや普通長い、最後ね打ち上げなんですよ確か。4回かかるのが普通ですよね。もう4回かかりますね。プラス11になりますね。あれ前ってもしかしてこのカートの先って木がボーッとなかったっけ。カートの先、そうそうそう、ね、右側はっっ、それってこれなんじゃないですか。それ切られちゃったんだ。そう前確かすごいボーンとあったんだ。 あったんだ、そうそう、上狙えなかったんだ、うん、だからだいぶカットしてるはず。そうですね、ブッシュとかもすごかったのに。すごかった。もともとコースの幅自体がこうちょっとタイトなところが多いですね。うん、ここはボギーだな。ボギー、ユウさんはボギーで収めたいですね。あれいやだって届かないですね。呼んだ物理的に長いですもん。なんでだって520も厳しいですよね、うん、引っ掛けすぎないようにしましょう。はい、私はねハートでちょっと内側入れてこんぐらいいきます。うん、うん、真ん中いい、触れましたね。すごい、ねえ、よかった。足の裏で感じると勝手にやってました。うーん、これあった多分感じないと思う。私はいろんなやり方あるんですね。でもね、プロゴルファーとかね、なんか支部のプロがやってるのはテレビで見たことありますね。すごいですよね、分かるって言いますもんね。よいしょ、あれはうまい、これ完璧、完璧っす。うまっ、めちゃめちゃ飛んでますよね。赤旗超えてますもんね。いや、さっきすごい高かったボールが、はい、高い方が飛ぶのかな、まあ距離は出ると思いますけど、いい感じに当たったんですよ ね、うんうん、ね、いい感じに当たった。すごい、これ結構えげつない飛びですね。うん、すごい、3度いける、白からこれ超えてます。力入っちゃう今力入っちゃう、抜いていきましょう。ここはでも右行ったらもうヒューンっていっちゃうんで超狭いですね。やっぱあのカート道スーッてスライスかな、はいはいはい、うわ完璧だ。ちょっと左行きすぎなんだが、キック危な、わあ超嫌なとこじゃん。うーん、もうちょっと右に狙ってよかったけど、うん、いやでもいいショットですよね、うん、いや本当良くなったと思いません、はい、めっちゃいい弾道でしたよね。こんなに難しいとこからなんかボールだけ、うん、普通だってちょっと擦れてフューってこう右に、いや擦れてほしかった、はい本当はちなみに右に行っちゃうと、はい、こんな大変な崖が落ちますから。あ、200
よいしょ。いやいいとこです、うん、ベスポジ、ありがとうございます。素晴らしい。いや狭く見えますね。あんまり左だと飛びすぎちゃいますもんね。うん、カート道に登って行っちゃうと。そうですよね。150ヤードぐらい打っていいだろ。だって130なんですよ、これで。でも上りが10ヤードぐらいある。あ、ピンチ手前なんで、やっぱバンチちょっと上げてもいい。ちょっとやっぱ大きめにしか打てないですよね。行けば左側からこう、またしてみ、すくって打ちたい。行きます。あ、右っついたな。キックして、これいいとこだと思いますよ。バッチリだったね。でもなんか右エッジぐらい行ってんじゃないですか ね。ピンチは手前から6ヤードです。結構ありますよ。ダングリーンだった気がする。大丈夫じゃないですか。T シャツ買って戻ってきた。あー、よかった。おラッキー。距離はバッチリだね。合いそうですね。よかった。あれの向こう側行ったら結構大変ですもん。ダングリーンですね、これ。うわ、すご。転がらないけど硬いから跳ねちゃうし、落としどころはラフのこの辺に。イメージは食われちゃうかな。ブリサーヒルはラフが絡まるやつ。ラフ内なんで、こっちに。あ、強いんだな、それは。かわいい。キャー。でも結構下りが。伸びる。早いですね。早いね。ナイスです。多分ね。最後だけ切れそうかな。そうですね。こうカップ1個。カップ1個で。はい、サッチです。ボギー。ナイスボギーですよね。宣言通りで。こんな最後打ち上げてるんですから。上りしっかり、しっかりしっかりいきます。はい、ナイス。ナイス、ナイスボギー。素晴らしい。宣言通りボギー。素晴らしい。これパーみたいなもんですよ、感覚的には。長かったもんね。ナイスボギーです。ありがとうございます。素晴らしい。ジュンさん惜しかった。惜しかったね、はい、ドライバーマン飛びしたから飛距離やばいね、はい、あ、でも久々あんなちゃんと打てた。本当ですか。半年ぐらい打ててない。なんでこんな小さい体なのに打てるんだ。距離がクラブ変えたんですよ最近また、うん、なんかフェースが、うん、キラキラですよね。そう、あれはあのジオテックのレアス、はい、レアス、はい、レアスっていう、はい、ヘッドに、うん、TRPX の新しいシャフトをつけてて、すごいかっこいい。最近今日バク飛びしてます。バク飛びしてる、うん、かっこいい。凄まじいですよね。負けない。でも飛んでるよね。いや、2人ともめちゃくちゃ飛んでます。見てくださいこのフェースね。キラキラメタリック。でこれが新しいシャフト。で今までよりちょっと長くなってるんですよね。
でも全然振り遅れることなく、うん、すごい返ってくるから逆にボールを内側に入れないとすごいこう左行っちゃうから、はいはいはい、捕まりがいいんですね、うん、捕まりいいです。あ、でもシャフト硬いですよね。硬く感じるんですけどひょいって戻ってくるのよ。意外にもう触れそうじゃない、めっちゃ飛びそうじゃない、かっこいい、なんかかっこいいよね、かっこいい、そう、もう一回もう一回滑ってます。かっこいい、かっこいい、かっこいい。ちょっとおじさん的にはあの体力が持たないです、あの素振りしたら3ホールぐらいでヘロヘロになっちゃう。かっこいいですね。今日は男前ですね2人とも。このホールグリーンやばくないですか。これ浮島とあんま変わんないじゃないですか気持ちはね。ちょっとちょうどゆきちゃんから連絡来てたんで仲良しです。やばい、またこれこれあれあんまり受けなかったですね。めちゃくちゃ面白かったですけどね。スーパーサイヤ人みたいな編集になってて。うまい、うまいね。うまっ。おお、ナイス。ナイス、オッケー。え、165？166。166か。いやー、むずい。どうしよう。ラバンウッドでも上げてるかな。いやー、5で今日の飛びだとでもあのグリーンの奥も。ダメなんですよね。あんまり、まあ奥はでもあの傾斜にゴロゴロって乗り上げちゃうだけって、ね、乗り上げちゃうだけなんで、まあ行くとしたら左の方がいいですね。そうですね。まあこれ巻きやすいからピン狙って巻いていいかなみたいな。意外とここは風吹いててもあっちは吹いてないとか、うん、リストロヒルあるわね。よっしゃ、ここはあのホールインワンとかないんだ。入ったらあの編集長が200万で。よし。給付金、給付金。持続化給付金。よし、行きます。左だ。いやー、でもいいショットだ。あ、でかい。上げてた、逆に今。上げてたじゃない。フォローだったね。すごい飛んでます。当たりでも良かったですね。当たり良かったですね。まっすぐ。風に乗ったっていうかなんかもう飛んでるって感じです、ね。飛んでましたね。これはユーティリティの何番ですか。これユーティリティの何なんですかね。4って書いてあります。4。はい、これ4ユー。まるでパターを読むかのような。大変です。可愛い。ティーショットもライン読み入ってる。ライン読みな。いい音。ナイスオン、完璧です。ありがとうございます。かっこいい。めちゃすごい距離バッチリ。いました、上からバチンですよ。めっちゃ良かったっすね。男前ですね。今日はレギュラーティーでやって良かったんじゃないですか。やっぱりすごい。いや、めっちゃ良かった。やりがいありますか、白だと。うん、やりがいはあるあるある、うん、あでもここはね、なんか赤でもしっかり打たないと池入ったりとかしちゃうんだけど、うん、楽しい楽しい。戦略性のあるゴルフ場ですよね、うん、すごく。確かにやっぱちょっと引っ掛け気味ですよね、私たち。うん、引っ掛けそれか右怖くて、右怖い、行っちゃってるか、うん、ちょっと右怖いですもんね、うん。すごい。ありがとうございます。めっちゃ良かったもんね。かけてるっていうか、まっすぐ行ってますけどね。ほぼまっすぐっすよ。完璧っすよ。これな。ちょっとまた本当やだな。なんかアプローチがすごいダフりやすい
芝だから。そうですね、芝生しっかり打たなきゃいけないからパンチ入っちゃう全部。まあちょっとこれは寄せたいけど行きますね。やばい、やーそっちかーい、いやーでもちょっと難しいなこのね。いやーでもあれは馬の背みたいなとこだから。そうですね、右だと右だし左だと左だし、しょうがない、しょうがないですね。まあ乗ったからいいかな。スーパーショットからのバーディーチャンスです。これでも下りですもんね。意外と重かった。重かった。これはね、結構切れるな。あー、切れない。攻めました。いや、思ったより早かった。早いっすね、なんかコブが難しいっすね。早いでしょ。早いのよ。ヘレナダブ、うん、ありがとうございます。意外と難しいところに来てありました。そうですね、という話でした。今の手すごいピンチ難しかったですね。難しかった。ちょっと舐めてたね。いやちょっとすごかったね。いやちょっと舐めてた。朝の感じよりギリンスピードありますね。はい、乾いてきました。乾いてきたな。平日激ピンあるあるって感じます。平日は本当に難しい。組数によってなんですかね、あの激ピンは。土日は意外と簡単なところに切ってあること多いですよね。そうだね、組数も入ってるし。どうなんだろう、あんまりわかんない。今のショートだって、いや異常、あれ意地悪っすよね。右側に切ってあるし、はいはい、右 OB だし、あれでも右に乗せたら多分一番打ちやすいパターン。そうですよね。でもそんなとこ打てないですよね。打てないから左に乗ったらもうピュアーってなっちゃって、はいはい、あんな感じ。そう、下りしか残んないみたいな、どっから打っても下りみたいな感じですね、はい、馬乗せ超えた下りですからなおさらちょっと難しいと思う。いやあれちょっと難しい、はい、グリーン知ってないと打てないね、うん。